You're listening to Shibuya Cross FM. こんばんは。始まりました、遊女のサンセットパラダイス。この番組は私たち遊戯女子音楽院がここ渋谷クロス FM さんでサンセットタイムのひとときをゆるーく楽しく、時には時事ネタや情報発信の街渋谷らしい話なんかも混ぜたりしながらお届けします。それでは今日はこの曲からお届けします。ウィンターマジック。聴いてもらった曲は2月11日にタワーレコード系列で全国流通されます。ぜひ手にしてくださいね。カップリング違いの2タイプが同時販売されますぜひゲットしてください。よろしくお願いします。お願いします。ジャケ写ね、うん、大変だったよね、うん、大変だったね、撮影ね、うんうん、あれもう完成品は見たけど、うんうんうん、どこまで行っていいか分かんないんだけど、そうね、うん、とりあえず、まあ、すごいよっていう、すごいよね、すごい、危ない、今すべてを言いそうやめてください、ここに行ってと
か言っても2パターンなんだけど、うん、2パターン全くねレベル確かに違うね、うん、レベルレベルじゃないタイプが違って確かに確かにそう、2タイプの私たちを見れるっていう感じ、うんうん、どっちも欲しくなっちゃうよね絶対欲しいねってやっちゃうどっちもゲットして欲しいもんね、うん、このね衣装でね、うん、外に出た、うんうん、怖いけど、ね、いや強いと思う、うちら覚えてたよね、みんなでそのせいか何かわからないけど事件がありましたそうだね入場撮影の2日後に、うん、なっちゃん以外全員インフルエンザ最悪になるっていうしかも全員ちょうど同じねそう同じだった、うん、確かに確かに私午前中にインフルですって言って、うんその間ね、お昼ぐらいずっとね、病院にいた病院にあ、そうなんだ実はで、夜、つきながらお昼にリズがインフルですかうまいぐらいに連鎖してで、なんかなっちゃんね、ならなかったね、うん、強いね強いインフルかもしれない、どうしようとか思ったんだけどまあ大丈夫っしょとなっちゃんなんか元気だった特に症状ないのに病院行くみたいな、うん、めっちゃびっくりしてでも逆に行かない方がいいよってみんなに言ったのが褒められた確かにね確かに移りに行っちゃうからね移りに行っちゃう自ら移りにクレベリンだよねそう、クレベリンのおかげだと思うでも、うん、プロデューサーからクレベリンあんま威力ないよって言われプロデューサーからとサンじゃないサンじゃないクレベリン全く威力ないらしいからねって言われでもそう言われたとしても、うん、なっちゃんだけが生き残ったからちょっとねクレベリン、ねうん、いいクレベリン様様だよなっちゃん買ってなっちゃん買ってどこ見てくる断るの下手すぎるでも本当に寒いかったよね、うん、この衣装で外っていうことでね、うん、本当にそうこの衣装、あれこれ見えてるんだよねそう半袖なんだよねだ、うん、全員半袖だしリズとなっちゃんはお腹を出してて、うん、で、ツッキーとなっちゃんは肩を出してて生理が一番ね、そうね、生理があったかいかなでも言うてだよね言うてだね言うてた全然防備されてないけどでも、なんかちゃんとね、白黒で、うん、ツッキーが入ったから22で今いい感じになってるねそうだね、うんうんうん、ね、ほんとに22でもね、いい感じだよね、22でも、実はね、完成形は、うん、あと何人か入るんですよねそう、あと何人かね今日もほんと全てを言いそうだけど危ない、ほんとに48ぐらいになるかもしれないそうそう、48人多いな今4人、あ、自己紹介しましたそう思ったら、ずき今、うん、あって言って、あ、いつ言おうかなって思った誰やねんって思って、うん、誰やねんじゃあ、いきますよ、いきます、うんはい、代々木図書音楽院のピンク担当森山さゆりですさゆりさゆりはい、水色担当リズニャンこと太田リズですリズニャンはい、紫担当のツキこと杉浦月菜ですツキはい、黄色担当なっちゃんこと朝倉奈月ですなっこーあれ、また違ういろんな呼び方が紫担当ってもう公開してたっけうん、してたもうしたようなもんだよね、初日からうん、ずっと紫担当出てるそうだね、うん、ああそういうことか色ね私なんか紫言ってないと思って今言ったと最近言ってる言ってるえでもねさっき、うん、あいやいやいやいいでもね名古屋の時紫ことって言ったから、ね、言ってたじゃあ紫になっちゃった次は紫ことそう、はいあれだよね、なんか、うん、うちらが初めてツッキー見た時から、うん、もう紫でしかないと思ってた、うん、紫だと思ってた、ね、初めて言われた、うん、その前は何が好きだったっけあその前は、なっちゃんのなっちゃんいや、どうやるところじゃないずっと好かれてたみたい色ね色なの重要なの色だから色確かにでも紫似合う紫っぽい、うん、よかった多分しっくり来なくても、うん、これからどんどん活動していく中でもう紫しかないなってなると思う、うん、もう来てるんだよね早いこれ多分今かわいいラジオ見てる人見えないけどなんだっけこれポケモンのエーフィーのディーフィーあ、ディーフィーエーフィーディーフィーみたいな名前だよあ、エーフィーですエーフィーかちょっと惜しいちょっと違ったかわいいずっと巻きついてるすごいよねなんか私ポケモンわかんないからなんか全部同じ、うん、あこういうこと言うとポケモン怒られちゃう大丈夫みんなポケモンガチ勢いない大丈夫うちら二人がねそうやばいやばいツッキーはねポケモンガチ勢ポケモンガチではないけど、うん、やってるって感じガチじゃないんだじゃあ大丈夫じゃあ大丈夫じゃあ大丈夫あ、よかったよかったそうだね嫌われなかったみんなあれだよねみんなじゃないけどあれやってるよねポケモンなんとかあ、スイッチスイッチスイッチあ、あれ黄色だったねあ、黄色結構あるよね確かに確かにないよねそうなんか
あのツッキーとこの前話したんだけど、うん、マジでうちら髪の毛染めたすぎて、うん、だからね、あの一回メンバーカラーにしようっていう話になった。やだ、超やだ。巻き込まれた。待って巻き込まれちゃった一回優勝グレーよっていう話になって。あ、でもピンクブラウンならいいよ。いやこっち金髪にしようとしたら。ダメだよ、そのだってピンクはやだよ。あずきでも今ピンクブラウンなんだけど全然茶色なんだけど。え、でもなっちゃん金色ってことですよ。うん、やなんだけど、だ、ね、金色もやだ。一番マシな色じゃん。でもお母さんに金髪だけはやめてって言われた。あ、でも金髪じゃなくて黄色にすればいいんだよ。セーラームーン似てる。似てる、やだ。いいんじゃない、やだ。でも歌っちゃった、歌っちゃった。そういえば、そのツッキーがラジオ出たのこれ何回目？2回目。そう、前回はゲストだ。そう、公開してなくて、その日だよね。うんうんうん、今日からだ。もうみんなに感づかれてた日だね。そう、いや、もうにやけ止まらなかったよね、うん、あの時は。そう、新メンバーこやつじゃねってなって。だって今日この後新メンバー発表しますって言って目の前に新メンバー。超面白い。やばいね、なかなかに、うん、ハードな。あ、でもやるよね。面白かったよね。ゆうじょ、今回初めて、うん、あのレギュラー出演になったんだよね。あ、そうか、おめでとう。テフィーだっけ。テフィーがエフィーじゃない。あ、エフィー。じゃあリズのせいで、リズがなんか違うこと言ったけど記憶が曖昧になっちゃった。あ、大変だね。なんだっけ。あ、レギュラーおめでとうだ。 ありがとう。おめでとう。え、なんかこれからなんかやってみ、ゆうじょとしてやってみたいこととかある？これからゆうじょとしてやってみたいこと、今ライブとさ、ラジオ、うん、ね、テフィー、ね、あ、違う違う、エフィー落とし、テフィー、これ、え、エフィー、ごめん、エフィー落としつけとく。うん、なんかやりたいことあれば。あ、でも、うん、名古屋の時にオリズと話してたんだけど、うん、そう、なんかちょっとグレたいねってさっきも言ってたじゃん。そう、だから、あの、特攻服を見せて。そうそう、着たい着たい。なんか巻き込まれてるんだけど。あの、後ろに、なんだっけな、よろしくみたいな。出た出た出た。あんまりそういう感想は言わないでおくけど。え、一回でいいから、うん、あの、なんか包帯巻いてみたい。包帯？中二病？わかん？あ、ここにね、なんだっけこれ、腹巻きじゃない。はん、ま、さらし。え、あれ包帯ではないの？え、怪我して包帯ないの？リズ巻いてみたい。何がどうしてそうなったの？どうしたかって。え、なんかそれやってると、なんかこう今まで戦ってきたっていう証があるけど。絶対違う。痛い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 。お腹刺されてるから。見た目だから、見た目だけやめてよ。いいね、そういう、うん、そうで、リリーベに話戻りますけど。はい、リリーベはね、あの、リリーベじゃないか、今新曲、うん、ウィンターマジック聴いてもらったんですけど、リリーベをね、うん、やってるんですよね。今月は24日と30日に CD。 いやいやいや。はい。今月は24日と30日に CD 予約イベントがあるので、ぜひ来てください。お願いします。お願いします。24日はどこか行ってないんだっけ。まだ、まあ都内だね。うん。そりゃそう。それはそうだね。急にどっか行っちゃう。あれね、うん、あの1月はこれ初めて。いや、違う、あの、私たちがインフルエンザになる前日にありました。ありました。あった。本当に申し訳ない。話題になった。うん、特典会でみんな映ってないから知らない。大丈夫だったからね。あの時の楽屋の中さ、ね、病は気からだからとか言ってた。みんなが、そのみんながだったから前日からね。そう、ちょっとね、なんか怪しかったね。怪しかった。なんか私でも思えば、うん、そのリリーベの日からなんか調子悪くて、ツッキーが気づいてたよね。なんか、そうなんだ、今日なんか調子悪いっしょって言われて、うんうん、めっちゃ調子悪いって思って。でも一緒におにぎり食べちゃったからね。それじゃん、もうシェアしちゃったから。やばいじゃん。そう、でもその日から始まった、うん、あの、うん、友情のあれが、企画が、あ、そうだ、悪夢、何、うん、え、新企画が、あ、新企画。ちょっと説明してもらってないから。分かった、あれか。友情はね、今ね、はい、リリーベのところで友情フォトコンっていうやつをやっていて、うん、はい、はい、友情をこうたくさん写真撮ってツイッターにハッシュタグ友情フォトコンって載せてあげてたたら、あげてくださると、うん、みんなが厳選頑張れ、いいのを厳選して、うんうん、ランキングつけるんだよね。ランキングをつけて、うん、1位になった人と、うん、3位と2位と呼び1、2、3位、よくない、違った。なんか、まあ、選ばれた人たちが、うんうん、
特典をとても豪華な特典をもらいます。イエーイ、はい、頑張った、みんな分かったよね、うん、もう100分かったよね。そうだね、そうだって誤差あの詳しく書いてないからさちょっと焦ってるでもそう撮影可能ってことだよねライブ中。そうですそうです、もうほんとみんな本格的なカメラ持って、ね、すごい。それをね、うん、そう今言ってくれた通りハッシュタグでつけてもらうと、うんうん、そこから私たちがねちょっと厳選していいものをね。なんか一番すごいのってあれだよね、なんか定期ライブが入場無料。うわーそうだそうだね、すごいよね素晴らしい。どこ見てんの怖い怖いリズの目線がどっかそうね、あれだよね、そうねなんか何だっけ、一回特典会来てくれたら、うん、遊女集合写真だっけ、集合チェキ撮れるみたいな、無料で撮れるみたいな。そうで、なんか毎回なんかあるよねそういうの、いろいろあってめっちゃ豪華なんですよ、うんうんうん、とにかく、はい、でね今月2回しかないくって、はいはい、とてもレアであるから。確かにレアである、レアであるからレアであります。観覧無料立ち入り禁止を知らないけど立ち入り禁止、観覧無料、うん、撮影可能、うんうん、立ち入り禁止誰も来れない、来れないよえ、遠目から遠目から悲しい、うん、え、観覧無料で立ち入り禁止ですここまでダメなんでここから撮ってくださいみたいなそう、リリーベはね、楽しいからね、うん、リリーベほど楽しいものはたくさんあるけど、うん、やばいなんで言ったのわざわざ今ないって言おうとしたけど、うん、なんか楽しいのあったね、ぼーっとしてるの楽しいなと思って。怖い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 、あったけど楽しいと思ってる時点でぼーっとしてないよね、うん、ぼーっとしてない、うん、楽しさを感じちゃってるそう、うちらと一緒に楽しめるのはリリーベとかライブで、うん、やっぱね、リリーベはね、観覧無料だしね、撮影可能っていうとてもラッキーな場所だから、うん、そうだね、なんでずっとコロコロしてんの今ね、何か言おうと思ったんだけど、リズの突っ込んでたら忘れちゃった悲しい、あ、そう、今さ、ウィンターマジック流れてさ、うん、そう、今初めて聞いたんだよね、うんうん、そう、そうじゃん、編集、そう、唯一、ツッキーだけが車の中で、そうなの、リズとなっちゃんは寝てたんだけど、爆睡してました、あ、オリズはもう、帰ってた、うんうん、あ、そういうことか、そういうことか、で、なっちゃんだけいたんだけど、え、起きてると思ってたの、うんうんうん、そしたら全然反応ないから聞いてても、うん、寝てたみたいなるほどね、超無言で聞いてんの嫌じゃない新しいやつをさ、羨ましい、聞いたかった、あ、今聞いたねめっちゃ言いたい、めっちゃ言いたいいいよ、何いいよ、いいよ、ダメダメだよ、ダメか、ダメだ、そういうことか、そういうことか、そのさゆりの顔は絶対言っちゃいけないことを言おうとしてる顔だからこれからね、またね、うん、あと2曲が流れるんだけど、それもね、うん、みんな耳を澄まして、うん、澄まして聞いて、そう、誰が推しの声があれが、うん、あれだよね、推しの声がどれかっていうことそうそう、どれがどれだよね、当ててみてね当ててみてください、はい、まあ、それでこれって言われてもね、正解とか言えないんですよ、うん、言えないそう、でも新曲のレコーディング、うん、すごいなんか楽しかったよね、さっきレコーディング初めてだった、そう、初めてだった、ね、どうだった、緊張したえ、めっちゃ緊張したけど、うん、でも待ち時間がもう楽しかったね、リラックスだし、楽しいしで、そう、なんかレコーディングの部屋とその横に控え室みたいな、うん、ニヤニヤするなみたいなこれラジオ聞いてる人伝わらないからちょっと報告していくけど、はい、そう、控え室とレコーディングの部屋が隣でね、うん、レコーディングしてる人以外は控え室で話してたんだけどうるさくて ね、 ね、おさゆ怒りに来てるね、そうそう、おさゆがレコーディングするときにみんなのもう騒音え、でもそれってね、まあね、あのこの目の前にいるよね、原因の私私なの、そっかそっか、なっちゃんの声がめっちゃ声、うん、あのいい意味で通るから声が、今の場合いい意味じゃないよねそうだねそうだね、うん、そうだねおーたーリズは笑うときに声が出なくなっちゃう人なの、逆に、いや、リズはめっちゃ声でかい、でかいでかい、笑う、笑い声が唐突にでかい、うん、そう、あ、そうかもね、必要ないことか、大きくなくていいところで大きくて、うん、もっと大きく喋っていいよって時に、あのさ、セリーみたいな急にささやき始めるから音量調節間違ってると思ういつもずれてるでもみんなね、はい、まあ、新メンバー含め大丈夫、笑いすぎだけど新メンバーね、が面白すぎて、はい、新メンバー、新メンバーね、なんとかちゃんと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 、まあ情報としては女の子ってことぐらいかな、うん、そうだね、そうだね、急に男入ったらどうすんねん、やべえから、あと極端に年離れてない、うん、極端には年離れてない、離れてない、そうだね、1から30ぐらいの間かな、1から30? 30の方がまだいいよね、1はおかしいよねうちら大変じゃん、ずっとだから泣か
ないで。そうでもね、じゃあ新メンバーね、これから入る新メンバーにもね、うん、こうご期待ということで、ね、うん、なんて手を握って、はい、そう、温かいねって、温かいですね、はい、今日はなんとスペシャルゲストをねご用意させていただいたということで、はい、私が呼びました。あ、そうなの？ポーなの？ポーなんだ。じゃあちょっとお呼びします。じゃあここで本日のゲストをお呼びしましょう。せーの、一本やりのーちゃん。あれ、あ、帰っちゃった。あー、まさかの。やっほー、やっほー、ごめん、今出づらい、あれ帰っちゃった、ね、うん、なんかごめん。大丈夫大丈夫。こんばんは。こんばんは。ちょいとね、自己紹介を、はい、お願いします。普段フリーで活動してて、女優の活動してます、一本やりノアです。お願いします。お願いします。はい、はい、ノアちゃん。はい、結構あったりとした。そう、まあね、ノアはね、舞台とかイベントとかで結構共演とかしてるからさ、急にキャラ変わった。急になんか、なぜかノアがいるからちょっと大人っぽくなんないとと思って。なんで不良になったね、逆に。だけど、共演とかするけど、うん、あんまりゆっくり話したことってあんまないじゃん。そうだね、そうですね、私たちはない。うちなんて舞台出たことないからね。うちなんてって、リズって言ってもらっていいの？大丈夫です。うちは誰やって。でも、なっちゃんとノアティンはめっちゃ、うん、ノアティン、うん、あ、違う、あ、そんな呼び方でよかったっけ。ごめん、違いますね。勝手に。なんて呼ばれてるんですか？でも、やっぱノアとかノアちゃんとか、最近なんかやりちゃんとか、一本やりだから、一本やりの、やり。あー、やばいやばい、もうどこ取っとんねんって感じ。質問したくて仕方ないけど、とりあえずなっちゃんとの出会いは、出会いとか聞いちゃった。出会いは、私たちの出会いは、あの舞台で初めて目が合った瞬間にドキンってなって、そこからちょっともう恋始まっちゃった。あ、そういう感じね。引かないで。じゃあ次の話題で。でも本当に仲良いよね。そう、あの、なっちゃんの携帯、スマホね、スマホカバーになんか、いつもありがとう、ノアのも、ノアのも入ってるから、ノアのとこにも朝倉入ってる。お互いもう、なずきと私の携帯にはもうね、お互いの写真が入ってて。え、何が、なんで？それのね、前にさ、あの、ブラウンちゃんと、あ、そうそうそう、カバーがね、オソロだったの。あれはなっちゃんが、わちゃ、なんだっけ、わちゃったの、割れちゃったの、ここの場所が。あ、そっかそっか、割れちゃったね。申し訳ない。なっちゃん、なっちゃん、なっちゃん、また新しいの買うし。泣いちゃう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 。またね、ね、買うから。じゃあちょっとその、さっき、はい、あ、言いたかったやつ、言いたかったやつ、はい、あの、一本やりって何ですか？そうだ、そうですね、私時代劇が好きで、あの、普段舞台とかの時代劇ものが好きで、で、私の名前、希望の木に花っていう字、中華とかの花で、ノアっていう当て字なんですけど、そのノアっていう字に、なんていうの、調べたりしたら、なんか一本槍っていうのが出てきて、あ、これだみたいな思って。そういうことなんだ。あれがビビビってきた。そうそうそうです。一本槍かっこいいよ。かっこいい、かっこいいね。なんか本当に時代劇にいそうだもんね。そう、もういつか有名になったら、あ、一本槍ノアってさ、すごくねみたいな。あ、なるほどね。なる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 、なるよ。あれ、インパクト強い。もう一個質問していい？うん、いいよ。何歳だっけ？高2の16歳です。そう、なっちゃんだ。なっちゃんとリズと同い年。そうだね。あともうちょっとで誕生日だよね。そう。お、お、来年。おめでとう。来年じゃない、来年。そうでしょ。来月、来月。年取らない人ですか？2月、2月。あ、そう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 。じゃあリズより年下だ。羨ましい、嬉しい。嬉しい？年下できて嬉しい？そう、先輩になりたかった。そんな1ヶ月で先輩とかない。一番下だ、ここで。その中で一番お願いします。なるほど。ちょっとめっちゃね、質問しちゃったけど、逆になんか質問あれば。そうですね、なんか考えたのは、あ、そう、今みんなアイドルやってるじゃないですか。アイドルじゃなかったら何をやりたいっていう質問をしたくって。はい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 。つむつむ一緒にやっていきたいです。苦笑いしないで。ゲームある、ゲーム急に。っていうのも、ちゃんと訳はある、あるんですけど、今までゲームが下手すぎて、ゲームからほど遠い人生を歩んできて、そうだね。初めてつむつむが私をなんか許してくれたっていうか、なんか初めて本領を発揮できるゲームを見つけた。つむつむ、リズより上手いもんね。そう、いやだってリズはでも全般的にゲームちょっと、リズさ、マリカめっちゃどやるけど8位だからね、あの。
何位中何位中何位中12位中運転したい、ずっと運転してたいね。絶対乗りたくないよね、乗りたくない。でリズアイドルにならなかったらマリカしてたい。あ、うん、リズはずっとあの家でダラダラしてたい。私よりもひどくない？目標ないじゃん。もうつぶつぶじゃないね。つぶつぶじゃない。それか、うん、ずっと YouTube 見てとか、一緒だね。それか、うん、あのずっとオタクしてたいかな。あテポータ。なるほどね。幸せだね、それ。幸せだ。なんか想像して、なんか気づいちゃう。ワクワクしないよ。ツッキーよね。え、今、うん、うち降りずに言われちゃったんだけど、うん、もうずっとあの勝手にお金が入ってきて、無限にお金あって、ずっと韓国行って、アイドルに会いに行きまくりたい。もう韓国住めば住もうかな、うん、もうね、住みたいよ ね、 ね、一緒に住もうか。あ、一緒に住もう。なんかどうぞ、行ってらっしゃい。明日から行こうか。明日から住もう。東京で頑張ります。東京で頑張ります。なっちゃんは、なっちゃんは朝倉は、なんだろうな、でも、ダラダラもしたいけど、もっとディズニーじゃない？うん、ディズニー、疲れるぜ。ディズニーのキャストさんになるか、それかディズニーマニアにな、もっとなって YouTube とかで豆知識とかめっちゃあげた。だけどさ、まともな人いなくない？え、それか舞台やりたい。働いてる。ディズニーの舞台やりたい。え、何舞台なんてあんの？うん、あ、見たわ、ショーみたいな。あ、え、リトルマーマ、マーメイド、リトルマーメイド。見た見た、マーメイドか。そう、学校での行事で見たけど、多分大半出てた。学校の行事リトルマーメイドなの？そうそう、と、あとライオンキング。私、裸の王様だったんだけど。え、なんで？それ、え、なんで？いいなぁ。え、でも大丈夫。いいなぁ。ほとんど見てないからさ、寝ちゃってた。爆睡したよね。寝ないでよ。そう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 、寝てない寝てない寝てない。一緒だ、一緒かもしれない。いつもずっと寝てた。え、困っちゃう。じゃあちょっと友情のね、あのダラダラしたいっていう一面が、逆に聞いてね。え、逆に考えてなかった。アドリブでいきましょう。なんだろう、なんかでもやっぱ役者はやってるから、なんかアイドルとかもやってみたいし。逆に入る。スカウト入っちゃった、スカウト入っちゃった、やばいやばい。え、でも、あとはなんか私、ファッション関係、なんか結構コーデとかするの好きだから、なんか、おしゃれだな。なんだろう、そういうアパレル系とかデザイナーとかもやってみたいな、みたいな。え、待って、おしゃれなんだけど。それはわかる、それめっちゃわかりみ。なんかさっきもダラダラ言ってたし。総括して思ったのはさ、みんな今もできるくない？頑張れば。確かにね、休日でしょ、だいぶ。ね、あなちゃんもアイドルやめるわ。あ、やめやめないで。やめないでほしい。やめないでほしい。みんなやんじゃうから。それがね、兼任するかだよね。そうだね、そうだね。次、こっちからのあれは何を聞きます？え、なんでノアちゃんなの？なんでノアちゃんなの？やばいよね、これ。お母さん呼ぼっか。お母さん呼ぼう。じゃあ、なんでミズなの？いや、言わなくていい。いや、失礼しました。そういうことよ。え、由来？もう本名が私ノアなんですけど、なんか、まあノアってなんかノアの箱舟っていうところから取ったらしいんですけど。何それ？おっと、たまって箱みたいな。いや、箱舟言うとるやん。船そう、船が好きみたいな。いや、ちょっと違うじゃん。違った？ちょっとね、もともとわかんないのにリズのせいでもっとわかんない。大丈夫。なんか、そういうなんか動物を運んだりとか、なんかそういうちょっと神様系のなんか感じ、ゴッドみたいな、そうっていう話を昔聞いて、で、まあノアって結構いいよねみたいな話をしてくれてて、家族が。で、そのまま芸名とかも。あ、そういうことか、そういうことか。あの、大人になってから。で、芸名作る時もノアはそのまんまがいいよねってなって、ノアです。なるほどね。あ、全然分かってない。ポンポンポンって難しかったですかね。ちょっと難しい。じゃあ、ノア…ノア…じゃあ、あの、あれだね、お母さんがノアっていう名前をつけたってことだね。そう、そりゃそうよ。ざっくりだね。あってはいるよね。別にノアとして生まれてきたわけ。そうそうそう、私はノアみたいな感じ。さゆりはなんで？さゆりはなんで？そう、さゆりってさ、名前ね、リズね、あの、よく聞くけど、学校にいなかった。うん、でも生理が初めてなんよ。リズもいないけど。確かに。え、リズ、あの、会ったことある？アメリカで。アメリカかい。マーシャルでリズっていう人いた。かっこいい。かっこいい。一応アメリカ人みたいな感じなの。あ、大丈夫です。私の名前の由来は、あの、なんか
お上品にお上品な女の子に育ちますようにっていうあれで、お母さんごめんなさい、ゆりの離れ頭お母さん、お母さんごめん、お上品な、あとなんかさゆりっていう映画があったらしくて、ごめん、あんま覚えてないから、リズに行こう、あんま覚えてない、なんか上品、あ、上品って意味、じゃあ、さゆりは上品、そう、さゆりは上品、それ前も話した気がすんな、あ、なんか前も言った、言ったよね、リズの記憶力、うん、あの、今しか生きてないから、今しか生きてない、過去と未来は見て、ちょっとは見てください、いつもそれで見てるよね、それでいつも忘れたらそれ言う、困るんだけど、困っちゃう、で、リズは何で、え、リズは何だったっけな、あ、ね、リズ忘れないよね、で、リズはパパが、あの、ギターし、あのプレイしてるんだけど、ギターとか、プレイヤーギター、プレイヤーギター、Yes、OK。とか歌とか好きだから、リズムからリズムになったのと、あとこれは多分絶対後付けだなと思ったけど、エリザベスからリズムみたいな。あのエリザベスってリズって呼ばれてるの。あ、でもそれは知ってる。そういうことね。だから、そうだから多分大体アメリカ人にしたかったのかなっていう。アメリカ人ではできない。できない。じゃあ韓国人でいい。そういうことだよね。諦めます。え、じゃあツッキーは、え、ツッキーはなんだろうね、え、なんか うろ覚えなんだけど、あ、ある、ちゃんとあるよね、なんか月のなんか光が優しいらしくて、お母さん曰く、そう、そのなんか優しい光をみんなに当ててもらえる、当ててもらえる、当てれるような子に育ってほしいなみたいな、なんかそんな感じだった気がする。いいよ、優しい、優しい、優しい、なんか優しいなっていうよりもなんか面白いから。うん、褒めてるよ、ツッキーめっちゃ面白いからね、ツッキーはツッキーだよね、マジでツッキーはツッキーだよ、だから分からないんだって、ラジオ聞いてねそうだよね、そう、あれ、新メンバーだから、あ、いい、そう、新メンバーだから、あの、性格まだ分からんと思うけど、あの、顔のまんまだよね、え、顔めっちゃ面白い人になる、大丈夫それ、やめてよ、そう、おもろい、そう、一言で言うとおもろいっていう、じゃあなっちゃんは、あ、朝倉は、いいよいいよって譲っといてめっちゃ喋ってた、しかもなんかよくわかんないお願いします、あ、やめてよ、もう覚えてない、ね、なづきっていうのは、まあ反対組むと絆なんだけど、まあ、絆っていうのはたくさんいるから、じゃあ珍しくなづきにしようってなったのもあるし、あれ、私3人姉妹なので、一番上で真ん中と一番下がいて、その名前と全部つながってるの、名前の由来が、あ、言葉になるみたいな、しりとりってこと、いや違う、え、違う、え、なんか文章ができるみたいな、違う、なんかなづきは希望、あ、絆でしょ、で、な、希望間違えちゃった、名前、名前言っちゃっていいんじゃない、いいよ、で、つぐみって言うんだけど、つぐみはつぐなうにみのる、だからつぐないって、あれ、罪を償うみたいな、違う、謝るみたいな、謝る、もう大丈夫です、そう、成功を実らせる的な感じの実る、で、一番下は弱って言うんだけど、愛を結ぶ、ね、輪っか、弱、優しいに輪っかで弱なんだけど、輪で、優しい輪っかでみんなを包むようにっていうので、全部由来がつながってる、あ、すごい、言葉にするとどんな感じになる、絆で、みんなの、みんなとの、なんだろう、愛とかそういうのを実らせて、みんなで優しく輪っかを作って、で、平和な世界みたいな感じ、まあそんな感じ、ちゃんと考えてんだよね、リズなんて、だってリズムからだよ、いやいやいや、リズムもいいじゃんね、日本語か日本語かの違い、え、あれ、平和ですか、3人姉妹は、うん、最近は平和、昔はもうやばかった、いや、あれは昔だよ、本当に昔、まだ昔、あ、ちょっと待って、あれ、のあちゃんの話を聞こう、本当だよ、私は4姉妹なんですけど、多い、一緒一緒、あ、本当ですか、多いね、そこらへん、そこらへん、そこらへん、私は姉が3人いて、で、私、そう、成功で、めっちゃ長男に見えた、長男、男になっちゃったじゃん、男でいいですかね、性別間違えられないけど、もう恋人になっちゃうから、楽しい、
長女なんだ。違う違う、全部間違えてる、全部間違えてる、うん、何を聞いていた。で、一番上と10個離れてて、うん、で、まあなんか可愛がってもらっては多分いるけど、うん、まあでも逆に年が離れてるから、うん、まああんま正直会えないし、たまにちょっと話すかな程度で、ちょっとまあ距離はあるあるん、うん、感じなのかなって。そう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 、すごいね。すごい、チキもだよね、全員女。そう、みんな女の子。うん、チキ何番目？一番目。ね、あ、長女？そう、長女、長女。長女に見えない、長女に見える、長女に見えない月なちゃんが実は長女で、長女に見えるノアノアティンが実は末っ子、長男。なんで長男が言いたいんだ。全部映ってる。末っ子か。そう、え、めっちゃ意外じゃない。意外、うん、でも結構末っ子っぽいとこあるよ。あ、そうなの。あるか、確かに。確かに。そう、絶対も適当だね。お姉さんっぽいけどちょっと末っ子っぽいところ混じりつつみたいな感じ。え、仲いい間柄でもさ、お姉さんっぽいの、うん、お姉さんっぽいよ、結構リードしてくれるし。なんかさ、友女ってさ、第一印象と違うこと多くない？あ、そうね。私たちが第一印象で言われる印象、なんか4人でいると、なんかおとなしそうじゃないけど、なんか静かそうって言われて、うん、よく言われるんご、うんうん、言われるんご。それでもうダメ。やだやだ、チングやめて、仲間じゃねえから。バカタレ。そう、話してみるとね、みたいな言われる。え、よくね、リズ言われるのが、うん、なんか近づくな、オーラ出してるよねってよく言われるの。あ、でもリズ真顔だと、いや、笑ってるけど、笑っちゃってるよ今。めっちゃ笑ってるよ。え、そう、リズ真顔だと本当に怖いって言われる。確かに、多分キリッとした顔してるから、そう、猫って言われるね。あ、猫っぽい、猫っぽい、守護霊猫って感じ。ママによく喋る、喋るとめっちゃ幻滅されるから、うん、ママによく喋んなってよく言われる。そう、いつも言われる。でもさ、なんかそれさ、言われたところで喋りたいじゃん。喋、うん、りたい。そう、だからもうめっちゃ無理ですって、ペチャペチャしちゃうね。ペチャペチャしちゃう。でも喋ったら喋ったで違う良さがきっと出る、うん、そうだよ、うんうん、だそう思ってないとやってられないよね、人間として。そうね、喋るなって。うん、ね。え、どういう性格って言われる、ファンの人から。自分の、うんうんうん、自分の、なんだろうな。なんか、まあ確かになんか容姿はなんか、まあなんだろう、私自身あんま喋るの得意じゃないから、なんか大人っぽくは見えるよねとか言われるけど、やっぱ中身とか知られると、あ、末っ子だねってやっぱ言われるし。中身知りたい、友達になりたい。なっちゃうのずるい。じゃあ今度リズンチ泊まりに来ていい？あ、はい、いいの。私が先。そこで争わないでもらっていいですか？そう、なんかやっぱ甘いのすごい好きで、正直、うん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 、だからもうなんかお姉さんとかできちゃうと、もうすっごい甘えたくなっちゃうタイプで。あ、甘えられたい。だって上だもん、甘えていいよ。甘えていいよ。甘えていいよ。いい？絶対甘えてくれ。リズに甘えてないもん。逆に甘えられちゃいそう。え、やっぱスタバとかでも甘いの選んじゃうか。あ、そっちの甘い。スタバは、あ、でもキャラメルフラペチーノ。いや、よく答えてくれたね、これ。優しい。そう、でもね、さっきね、うん、スタバ頼んだんだけど、うん、ショットなしに、コーヒーなくしたからね、一緒だよ。ちょっとね、まあ何言ってるか分からないけど、でもね、一応ノアちゃん、見た目は大人っぽいけど、実はちょっと末っ子なとこもあるよっていうことをね、今日は知れてね、よかったなっていうところで、ちょっとね、はい、はい、それではね、はい、聞いて、あ、それでは、良きところで、良きところいいところ、カンペ読んじゃったよ。良きところ、良きところなんですけど、はい、今結構いいトスしたと思うんだけどね、はい、ここでこの曲を聴いてもらいましょう。はい、聴、はい、いてください。セカンドチャンス。今日を沈めれば
私だよね。ねえしっかり言う、はい、ごめん、のどちゃん感想お願いします。はい、私なんかもともとなずきと共演する前からちょっと遊泳所はちょっと知ってて、わー、だから嬉しい、すごい、だから今回こういう場で改めて共演できてすっごい楽しかったです、本当にありがとうございました。また共演しようね、はい、遊ぼうね、お泊まりしようね、そうだね、全部ね、さらけ出してもらえる。はい、じゃあ今日のは本当にありがとうございました、はい、またぜひ出てください、はい、お待ちしてます、ありがとう、かまさみだー、はい、違う国が混じってた、はい、あっという間に終わりの時間がやってきました。いやね、すごい楽しかったね、はい、のあちゃんと今度みんなでご飯に行くということで、そうだね、今勝手に約束をしましたので、うん、はい、楽しみな感じで、はい、多分これからもね、共演することきっと、うん、多いから、うん、はい、それではね最後にこの曲を聴いてもらいたいと思います。ドリームストーリー、
次回は2月17日月曜日、ここ渋谷クロス FM さんで17時から公開生放送でお送りします。 88.5MHz で聞いてください。1ヶ月先ですが忘れないでぜひご視聴ください。すごいね、今日もね楽しかったね、うん、観覧に、観覧もね無料なので、はい、ぜひねラジオを聞いて少しでもね友情を気になってくださった方は渋谷クロス FM さんに遊びに来てください、うんうん、チェキもね、はい、取れるので、そうそうそう、皆さんこの後チェキ取れますよ。お待ちしてます。そう、すごいね、通りすがりの、ね、方もねたくさん見てくれて、うん、ありがとうございます。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 そうね、定期ライブとかもねたくさんあるので、はい、メンバーや公式のツイッター、うん、インスタ、ツイッターインスタを、はい、TikTok ブログ始めました。 TikTok チェックしてください。よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。バイバーイ。2月17日ね、次はお待ちしてますよ。月曜日渋谷クロス FM さん